今日は引き時計結びをやってみようと思います。緊急時に2階から1階に物を下ろす時などに使える有効な結び方だと思います。簡単なのでぜひやってみてくださいね。まずロープを2つに折り返します。でループを作りますね。でこのループを結びたいもの、今日は10キロのダンベルを使ってます。結びたいものの下から回してやります。左側のロープをそのループの中に通します。こういう形になりますね。で今度は今持っている右側のロープを新しくできたループの中に入れます。はい。で今度はね、左側のロープを手前に引っ張ってやると、ここに結び目が固くできます。もうこれで出来上がりです。持ち上げてみますね。10キロのダンベルですけど簡単に持ち上がります。ほどくときは逆側の紐を引っ張ってやるだけです。スルッとほどけます。ぜひやってみてください。